はい、こんにちは。こんにちは。いよいよ。いよいよ始まりました。毎回いよいよって言って。毎回いよいよですけど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。海外ビジネス大学、海外販路開拓講義ということで、はい、記念すべき第1限目を始めたいと思います。はいはい、海外ビジネス大学では、初ライブですね。そうですね。前もやったはずライブですね、うん、ライブの講座っていうのは初めてです、初めてですね、はい、海外ビジネス大学とは、はい、世界に羽ばたく中小企業を輩出するために、うん、取っかかりやすい情報っていうのを、うん、まあ、配信したりだとか、はい、イベントとかっていうのを開催しています、はい、でちょっといろいろねこのコンテンツをこれから輩出、出していこうかなと思うんですけど、うん、はい、いろいろ英語だったりとか、はい、なんだろうな、外国人ゲスト呼んでみましたとかいろいろある中で、うん、今回は一番肝心な販路開拓の仕方どうしようということで、販路開拓講義1次元目ということで、1次元目、はい、大学風にやっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、今回は、3つのテーマについて、うん、元、商社で勤めていて現在簡単株式会社代表の福川さんに話をしてもらおうと思います。はい、まず3つのテーマ、1つ目、東南アジアにおけるビジネスチャンスの可能性ですね。実際に、どういったマーケットチャンスがあるのかとか、ここ気をつけた方がいいよっていう、もう基本の情報っていうのを出していきたいと思います。基本のキーですね。基本のキーです。はい、はい、で2つ目、はい、まずすべきこと、海外進出っていうと0か10かっていう話ですごく重く思われがちなんですけど、はい、まずはそんなことないよと。じゃあ1つ目、2つ目っていうのは何かなっていうのを話してもらいたいと思います。はい、で3つ目、海外進出の手段についてです。いろいろあります。中国に行ってどうやって叩くのか、うん、それともパートナーと一緒にやるのかとかっていうのはいろいろあると思います、はい、それをまあ整理していきながら自分の会社に合った方法っていうのを探していきましょうということです。ではあと自己紹介お願いします。はい、簡単株式会社代表取締役の横川です。しますよね。はい、私はですね、今昨年会社をですね退職して独立をしてですね、実はこの10月1日に簡単株式会社を作りました。あなたの難しいを簡単に変えるということで、特に海外進出、しかもさらに特に東南アジア向けの販路開拓について、困っている企業さん、特に地方企業とか中堅中小企業の製造メーカーさんですね、東南アジア進出をですね、もう喜んでサポートしていくと、そんな仕事をしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で私が株式会社ゴーバンド代表の日々と申します。はい、東南アジアでビジネスを成功させるための英会話サービスということで、経営者さんに英語を教えたり、コンサルティングをしています。はい、というわけで、今日のテーマに早速いってまいりましょう。東南アジアビジネスの可能性、うん、可能性、マーケットどれくらいあるのかっていうのをちょっと話してもらいたいと思います。はい、そうですね。はい、皆さん東南アジアってね、どんな印象をお持ちですかね。例えば日比さんは知ってると思うんですけど、まあ、ちょっとあえて言うと皆さんどんなイメージだと思います？皆さんですね。そうそうそう。東南アジアか。うん。なんかやらなきゃいけないって分かってるけど、うんうん、あ、企業さんですね。企業さんはやらなきゃいけない、やったらいいんだろうなって分かってるけど、なかなかハードルが高いんじゃないかな。ハードル高い。あとは、うん、やっぱ中国ってすごいマーケット大きい、はい、だから中国ってなりそうだけど、うん、東南アジアってどうなんだろうって意外と知らないのかな。はい、来ました。はい、まあ東南アジアの、ね、市場の将来性、2つありますね。1つはね、人口の増加です。で、1つは富裕層の増加。はい、皆さん人口の増加とか言ってですね、まずちょっとね、日本の人口ってどうなります？減ってきます。減ってきますよね。減ってくし、うん、若い人が少ない。若い人が少ない。そうですね、うんうん、でまさに高齢化社会を迎えてるっていうのはもうなんかね、まあコロナもあるけど、それまで結構連夜ね、ニュースに取り出されて話題になってますよね、まあ、つまり働く人口が減っていくってことですよね。だから少ない人口でたくさんの、まあ、高齢者あるいは扶養者をサポートしていかないといけないっていうのが日本の人口、日本の、まあ、現実なんですよね。まあ、ここにグラフがあるんですけど、
まあ、日本はですね、もうすでに、人口ボーナス期を終えて、人口オーナスと言いますけども、要は労働人口が減っていくというトレンドにもすでに入っています。そんな言い方するんですね。そうなんですね。はい。ちょっと勉強しました。でもね、実は世界的に行くと、人口はまだまだ成長傾向なんですね。で、これ右のグラフに行くと、まあ、東南アジアの人口推移ですけど、まあ、押しなべてですね、人口が増えていくというふうになっています。まあ、特にですね、タイとかシンガポール、マレーシアも若干かな、除いた東南アジアはですね、平均年齢が多分ですね、30歳から30歳未満。若いですね。平均年齢がですよ。ということで、これからまだ伸びるということですね。さらに、まあ、労働人口が増えていくと。人口の中でも労働人口が増えていくっていうのが、今、世界的、あるいは東南アジアの、まあ、人口の、まあ、傾向なんですよね。で、これがどうなるかっていうと、要は、働く人が増えるっていうことは、経済的にも、まあ、生産性が高まっていくってことなんですね。はい。で、次の資料なんですけど、まあ、要は人口が増えると内需が拡大して経済が成長していく、まあ、これって日本の戦後の経済成長を見ればもう明らかで、まあ、人口増加ともに内需が増えてこんだけの日本が、ね、成長してきた。で、今の東南アジアとか、まあ、新興国を、ね、は、まあ、日本の過去戦後の成長率と同じようにこうなぞらえるとどんだけこれから成長していくかっていうのがよくわかるんですよね。まあ、そういう見方もぜひしてもらったらいいと思うんですけど、もうちょっとデータ的にいくと、このデータ見てくださいね。で、これは横線は、左から右に GDP の高さですね、実質、生産なんだっけ、実かな、ちょっと忘れました。はい、 GDP、それからで縦線は、成長率ですね、年間の成長率。はい、で、日本はどこになるかっていうと、右下です。一番右の下ぐらい。え、ね、すごくないですか、これね。なんとなく聞いてました。うん、ね、聞いてましたけどね。まあ、だから、もうすでに GDP の金額をですね、1人当たり GDP っていうのはすごく高いんですね。ちょっとごめんなさい、3万、4万ドル切ったかなと思うんですけど、あ、でもね、そう、驚きなのはシンガポールも世界一番ですよね、うん、5万9000ドル。すごい、はい、実は東南アジアの中でもシンガポールは別格なんですけど、じゃあ他はどこかっていうと、当然ながらアメリカ、カナダとかイギリスとかね、ヨーロッパ、あとスウェーデンなんかが GDP が高い。でもこれ横軸に目を向けてもらうと、成長率はおしなべて 3% 未満ですね、まあ、シンガポールだけダントツですね。これ 6%、5% か 6% ぐらいですかね。うん、で、私何が言いたいかと、左の実はもう丸で囲んでるところなんですよね。ここが東南アジアなんですけど、今は GDP 低いんだけど、成長率は圧倒的に高いんですよ。そうですね。はい。で、もう少し言うと、ここはですね、ものすごい富裕層が増えてるんですね。まあ日本はですね、横並び政策というか、みんな同じっていうことなんで、富裕層のね、こう差が、格差が、まあ実はそんなに大きくないんだけど、東南アジアですね、めちゃくちゃ大きいんですね。まあそれはいいことか悪いか別として、まあ経済っていうのはやっぱり先に富裕層に行ってだんだん降りてくるっていう循環なんですよ。これ日本でも一緒だったんですけど、で、これが今まさに起こっているっていうのが東南アジアですね。なので東南アジアは非常に可能性が高い。人口が増加する、働く人が増えて生産量が増える、プラスこれからの成長率が期待できるということと、まあ、富裕層がたくさん、まあ、これから増えていくっていうのが、まあ、トレンドですね、うん、あともう少し言うと、物理的に日本に近いっていうのも、まあ、日本にとって東南アジアが魅力的な、うん、可能性のあるマーケットっていうのはね、うん、他よりも物理費、まあ、輸送コストですね、まあ、低くて済むっていうのが魅力的なマーケットになる秘訣、あの理由ですね。なるほど、はい、ただの人口増ではなくて、うん、お金持ちが増えてるっていうのと、うん、まあ、比較的ですね、はい、長州間は、あ、そうそうそう、うん、ね、文化は、はい、やっぱり、ね、アジア圏なんで、まあ、比較的ですね。これまたこの比較的の微妙なところがまた現地のローカライゼーションとか後で話しますけど、うん、大事なんですけど、やっぱり似てますよね、アジア。もう少し言うとね、やっぱりね、日本に対する憧れみたいなまだあるんですよね。うん、だからメイドインジャパンのブランドってものすごく強い。うんうんうん、確かに。はい。やっぱりその向こうに商談とか行ったりして、はい、やっぱアメリカとかカナダとかだと、まだ日本企業が来たみたいな感じになるんですか？うん、まあ、あんまりもうなんか日本企業とかないですよね。
そんなだからあんまりワンオブゼムですよ。ああ、うん、ワンオブゼムもうぶっちゃけアジア人が来た、うん、まあ今もね、まあ、こんなこと言っていいのかな、でもやっぱり若干イエローモンキーみたいなところはね、うん、過去ありましたし、今でもあるって聞きますやっぱりね、うん、残念ながら、うんうん、一方でやっぱり今ベトナムとかミャンマーとかだと、そのしっかりとした企業であれば、うん、ちゃんと日本企業をもてなしてくれるみたいな雰囲気は、うん、なんかよくそのベトナムの人材紹介企業とかだと、はい、その調印式みたいな、ああありますね、この横断幕をよくやりますよね、そうそうそう、ね、アジアすごいじゃないですか、あもうね赤の幕でね、うん、過去の中国が来た、そうそう、あそうなんだ、そういう文化は中国なんだ、そういう文化ね、ガーって書いてね、赤で状態、白文字でね、はいはい、全部中国で、よくぞ来てくださいました、うん、地域関係がもうちょっと上、うん、上からって言ったらですけど、対等に本当に見てくれるのですごくやりやすいって言ってみればアジアがいいかもしれないですね、そうですね、うん、はい、なるほど、でも本当気をつけないといけないのはそれがちょっと今微妙になっているところもあるんで ね、うんうんうん、ねちょっと後で話しますけれども、まあでも日本の優勢ってのはめちゃくちゃ、なるほど、はい、素晴らしいと思います、チャンス、ちなみに今、まあ、各国では、まあ、輸出入も開始されてきてますし、うん、まあ、日本だと外国人は就労ビザとか外国人留学生は入ってきてもいいよっていう風になってきてると思うんですけど、はい、実際コロナの影響ってどんな感じですか、まあ、正直コロナを踏まえると今後どうしていったらいいかっていうのは、あそうですね、コロナの影響は、まあ、少なからずあって、うん、実は東南アジアの中でもですねまだら模様なんですね、で実はインドネシアが一番厳しいかな今ね、でもマレーシアはだいぶもう動いてますし、もう少し言うとカンボジアとかちょっとね人口の少ないところなんかはもうかなり動いてますね、うんうん、でシンガポールはちょっと厳しいんだけども、まあ、だんだん人の出入りも、その審査必要なんだけども動けるようになってきてます、うんうん、ということでね、まあ、物は動いてるんですね、うん、かつ消費行動も購買行動もかなり変わってるんですけど、もう実は需要は増えてます、うん、だからコロナによって、まあ、なくなった需要とコロナによって新しく生まれた需要っていうのが出てきて、まあもう復活して今こう、あ、すみません、復活もですね、回復して今復活基調に来ているっていうのが今の状況、うんうん、市場、業界によってはもしかしたらチャンスかもしれないし、コロナがどうなのって予測するよりもコロナ明けでもしそのもう用意スタートでゴール切れるような状態を作れるといいかもしれないですね、そうですね、うん、もうでもそういう意味では今まさに早めに新しいビジネス体系に変わりつつあるんで、それに乗っかって今早くやった方が、まあ、その次本当に開けたオープンになった時に、まあ、先駆者的にね、マーケットを捕まえれるっていうチャンスはね、あると思うんで、うん、今まさに動いとくべきだなっていうね、うんうんうん、はい、ということで1つ目、東南アジアビジネスの可能性ということで、はい、高所得層、人口増加、うん、あとは比較的世界の中でも日本と、少子化が似ているかもしれないということで、はい、チャンスがあるよと、でコロナに関しては、まあ、アフターコロナに備えて、うん、今のうちに準備をしていきましょうと、はい、で、まあ、それぞれの国がもう回復しつつあるので、はい、いつでもこう用意ドンできるように準備していきましょうということでしたね、そうですね、はい、1つ目の、うん、東南アジアビジネスの可能性ということでした、はい、はい、ありがとうございます、はい、次2つ目、じゃあ企業が海外進出をちょっとやってみましょうかと、うん、はい、机の上にお題を開けた時にまずすべきこと、ですね、もうこれしてくださいって言ってくれないと、背中を押してくれないとみんなわかんないと思うので、はい、ズバリ教えてほしいです、ズバリですね、うん、これですね、輸出を考えた時にまずすべきことは何ですか、うん、何でしょう、何だと思いますか質問質問に答え、僕は知っちゃってるので知ってますね、はい、本当にね、何だと思うかもしれませんけども答え言いますね、はい、もう専門家に聞いてください、あのね、もうこれが一番早いです、でなぜかっていうと、まあ、やっぱりもう情報はね結構もう出てるんですよね、実はだけどその情報をもうこう選んだり取得するのに時間をかけてる方がもったいないぐらい情報あります、でもその情報をどう使うか、あるいはどこまで取り入れるかっていうことの方が大事で、これはねやっぱ信頼できる専門家に聞くということが大事ですけど、うん、本当に専門家なのかっていうことはよく吟味してから聞くっ
ていうことが大事かなと、はい、どう吟味すればいいですか。これはねやっぱりね、まあよく話を聞いてみてください、うんうんうん、輸出ってね仕組みが分かればできますし、うん、やり方さえ抑えればねビジネスとして成り立つと思うんですけど、うんうん、じゃあ最初から簡単ですとか絶対できますよとか、まあ、まずそんなことはありえないですね、まあ、ステップが絶対必要、それからやっぱり現地と、もうこれからの時代ですね、現地とどれぐらい現地にあるいは、ネットワーク持ってるかとか、うんうん、その現地ビジネスに対してどれぐらいその経験があるかとか、うん、やっぱりそのなんか肌感で現地のことを語れる、うんうん、まあ、そういう人だと思うんですね、うん、でそうなると結構生々しい現地のことが言えたりね、うんうん、それからあんまり軽々にできますとか、うん、なんか未来明るいことは言わないと思うんで、うん、はい、そこら辺をやっぱり、まあ、ビジネスとしてね現実的に捉えるとやっぱりちゃんと聞いていくと分かると思うし、これはね、まあ、経営者とか責任者の方がねちゃんと聞くっていうことですよ、うん、それで人を見抜かないと他のビジネスもうまくいかないんじゃないですかね、はい、やっぱり違う国で違う言語を話して違う文化で物を売るって絶対に簡単なことじゃないのに対して、うんうん、絶対この商品いけますよっていうのはそうちょっと待てって、ね、同業からしてみたら言いたくなりますよね。そうそうそう、簡単じゃないですもんね。簡単じゃない、うん、やっぱりその卸とか商社さんって、うん、その自分たちが持ってる定卸先をに売れるか売れないかの提案であって、はいはい、必ずしもその商品がその国に合ってるかどうかっていうのは分からないので、はいはいはい、うん、そもそもこの商品はいわゆるそのどこで売れやすいのかとかどういう商習慣にフィットするかっていう、はい、なんか提案をしてくれると嬉しいかなと思いました、ね、そうですね、うんうん、やっぱりその皆さんの目線で考えてくれる人、うんうんうん、な課題とかもしっかり掘り下げてくれて、まあ、そういったことをね教えるというよりか同じ目線でこう考えてくれるというような人を見つけるといいと思いますね、うん、確かに確かに、まあ、ここにいますけど、はいはい、あと僕が思うのは、はい、やっぱりそのデータで見るっていうのはいいと思うんですけど、 ありますね、確かにそれも間違いなく、ね、うん、その必要だと思うんですけど、ええ、やっぱりベトナムに行くんだったらベトナムの人と話すとか、ああそれ、うん、マレーシアに行くんだったらマレーシア人と話すとか、はいはい、実際に製品、ね、例えば食品系とか美容系だったら、うんうん、実際にちょっと使ってもらって、はい、なんかリアルな反応を見てみるっていうのはその決定打にはならないけど、うん、何かその倫理を通すときに一つの材料になると思うんですよね、はい、そうですね、うん、まあ、でも日本でも実はそれできますよね。できますできます、うん、それは何かっていうとやっぱ日本国内には優秀な外国人材っていうのがいまして、うん、まあ、留学生だったり働いてる人、特に東南アジアを中心に、ね、結構、なんて言うんでしょう、なんかいい、楽しい、なんかオポチュニティ、なんか機会ないかなって探って、うん。なんか英語で言いましたね。ごめんなさい。絶対頑張って。なんか、その企業さんと楽しく、柔らかく交われる機会がないかなと。外国人たくさんいると思って、はい、そういう方たちに打診するとかってすごくいいと思います、はい、付け足すとですね、やっぱり日本に来れてるっていうかな、そういう言い方した方がですね、うん、来れてる外国人、特に東南アジアの出身の方は基本的に優秀ですよ、うんうん、まあ、本当に大変な中で、うん、家族のねもうなんか夢を背負ってきたりね、うん、あれはまあお金面、ね、金銭面で大変な中でもね頑張ってきたり、あるいはその能力とかその学力でねそれ乗り越えてスカラーシップでやってきたりって、うん、あると思うんで、うん、日本に来てる人をねやっぱ捕まえて話すっていうのはすごく効果的だと思います、ね、うん、そうですね、うん、そこで多分ダメだったらダメだと思うかもしれないですね。確かにそれあると思いますね、はい、というわけで、2つ目、はい、まずすべきことっていうのはシンプルに専門家に聞きましょうと、うん、で見定め方は、まあ、日本国内と一緒ですよね。なんか怪しいコンサルとかもいるので、はい、なんか絶対にできますっていうのは、はい、まあ、同業から我々からしてみれば、はい、ちょっと待ってやって僕たちも 100% 自信、そういえばこの前のしくじり先生って何話ありましたね、海外ビジネス大学でやっているしくじり経営者っていうコーナーがあるんですけど、出ましたね、はい、以前来ていただいた秋元さんですね。あ、秋元さん来ましたね。秋元さんは、はい、本当にめちゃめちゃ騙されてました。騙されてましたね。うん、であれは何かっていうと、うん、やっぱ情報が少なすぎて、そうですね、というかその1分の1で頼っちゃって、うん、なんか蓋開けたらものすごい間取られてた
で結局お金もたくさん出資して店舗も出したけれども、うん、全然聞いてた話と違ってお客さん来ないっていう話でしたよね、はい、よくあるパターンですね。あのぜひ詳細はね、9月30日に収録しているのが YouTube 流れてますので、うん、ぜひ見てください、うんでね、はい、あのいい人にパートナーに巡り合ったらめちゃくちゃ大事ってことですね。大事大事ですね、はいはい、というわけで2つ目、まずすべきことというところでした、うん、はい、ありがとうございます、はいはいはい、ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。